株式会社 REKA の島田です今回の動画はですね後継者に将来の責任感を持たせる相当分析とはどういうものかと、ねえー、実はあの後継者と一緒にですね相当分析するのが非常に効果的なんですまあその話をねしていきたいと思いますまあ私自身が今今まで400ちょいのですね相当分析をあのやってきましたしまた私が主催している相当分析スキル検定と いうの,の受講者あですね。あとマスターかあとマスターコースの方々のお実績が来ると多分600以上は超えていると思うんです。多分日本で一番相当分析を経験している集団じゃなかろうかなと思っています。まあしかも私自身のお実績もそうですけどもそのうち80%は後継者を交えた相当分析が多かったんですね。これは現社長ですね。現社現経営者もしくは先代社長はこれまでの経験から 新たな経営戦略を立案するときには過去の経験則に基づいたリアルな戦略を求めがちでですす、まあ、これはあの経験則ですよねしかし後継者というのは時代のニーズや業界の変化を加味した未来戦略、まあ、たまには理想論に目が行きがちなんです。ね、で相当分析ではそのどちらの要素も多角的に議論して納得できるように持っていかなきゃなんないわけです。そして 後継者の理想論もね否定するわけじゃなくちゃんとその理想論も実現化できるようにプロセスを具体化して結果的に未来につながる戦略まで見いだすわけですねですから後継者中心に時代に合った戦略で後継者が責任を持つ戦略を導き出すことがまあ相当難しでは必要になってくるわけです。では第1点目ですね後継者には論理的なビジョンが必要です。 あの現社長とか先代社長の中にはあの後継者が上手い社長はあの未来こうした,したいといろいろ夢を語るわけですよそういう未来の夢に対してね「お前さだってうちの業界じゃこういうもんだねそんな雲をつかめば戦略は儲からないそんなね理想論を言わず一生懸命汗水流して働けそうすれば必ずね報われる気持ちが大事なんだ」。 先頭に立って頑張らずにヘリクスだけで経営はうまくいかんぞっていうことを言われることがおっしゃるいらっしゃるそうかもしれないですけどね、ね当然後継者だってそんなことがそういう姿勢が大事なことは分かってます分かってるはずです、まあ、たまに分かってない人もいますけどしかしそれと同じくらいいやそれ以上に親父の時代以上にですね厳しい時代にはに今後も儲かる理由を求めているわけです 努力すれば業績が上が上るそんな言葉だけで未来が開けないことも100も承知ですただの努力ではですからどういう未来を想定するのか今後の動向にふさわしい経営戦略は何かどういう努力が実際の業績に直結するのか、まあ、こういうその戦略の具体的な理屈が欲しいわけですね。それがまあ企業のビジョンだったり中期経営戦略だったりするわけです。だから ここで言いたかったのはですね、その論理的に後継者は考えてますよ。雲を掴むの話であったもそれを論理的に考えるということです。それから二番目ね、任せる側の先代も後継者の戦略に理屈が合っていないとやっぱり不安だよね。これはそうなんですよ。ね、社長お父さんの立場になればね、権限移上する側ですから、そのやっぱりもし後継者がですね今から言うような状態だとやっぱり不安です。 例えばこれといった具体的な戦略もなく従業員の頑張りズムに期待している二言目ね従業員にやる気がないそうじゃないだろう自分が商売の種を持ってきてないだけでよしょということですねそれから2番目ね自分先代、まあ、社長の時代のやり方を踏襲して新たな戦略のアイデアがない例えば前例踏襲前の今の社長自分の親父さんがやってきたと同じことやってる、ね、あと逆に思いつき思い込みで いろんなアイデアを言うあと規模いや経営資源を全く違う大手やライバルのやり方を真似合うとする、まあ、こういう経験や勘ではうまくいかない時代ということがよく分かっていると思うんですね何をするにしても理由がと根拠を明示していかならない時代なんです今は。しかも勝ち残るための戦略ですから自社の経営資源を見た上で妥当性のある戦略を見出すこと自分とこの経営資源を全く無視してね リスを掘ってもさ無理ですよね。だからおのずと規模も経営資源もかけ離れた大手や同業と同じような戦略が取れないわけです。取ったところで勝ちま勝ちいくつはなできないわけですね。で三番目後継者中心に s w ット分析をしてその責任を問わせましょうと。まあ結局そのこれまで多くのね企業で取り組んできたのは。 後継者中心の相当伴っなんですがこの検討会ではですね後継者や今後のその後継者時代の幹部になる方をねで一緒に検討して現社長とか仙台社長古参幹部にはちょっと今回参加しないでどという場合も結構多いですちょっと若手だけで考えさせたいとあの現社長や仙台社長には不安もあるでしょう例えば 経験や現実の知識があまりない若手中心でリアルな戦略できるのかなね絵に描いた餅のような口頭向けな議論をするんじゃないないか理想論ばかり言ってまた現実のばっかり返帳しないだろうかまあ心配はわかりますしかし後継者中心に若手で議論させた結果出た結論ならばそれを実行させて責任を取らせればいいんです自分たちで決めた戦略ですから 本気になるはずですまた自分たち決めた戦略に本気にならなかったらそれは正直モチベーションがないやる気ないんですねもし彼らが立てた戦略が最初から大きなな設備投資が必要要戦略これは要注意です、ね、その時には今の現経営者を交えた再ス当ット分析でちょっと、えー、落としどころを決めなればならないです。 まあ私どもが主催しているですねスオット分析スキル検定というのはもともとそのスオット分析を指導するコンサルタントや事業のためのプログラムとして開発したんですがしかし昨今はね実際の経営者や後継者も受講して自社の経営戦略作りに活用されているわけですね。まあ、とりあえずねスウォット分析スキル検定初級コースぐらいを勉スウォット分析の取り掛かりとして学習してみるのもねいいんじゃないかと思いますよ。 まあいうことでね、その後継者に責任を持たせるためには後継者に相当分析させたらいいんじゃないですかということですね。まあそれはコンサルを使うを使う前が自由です、まあいうことを今日はお話ししました。ははい、でで以上です。